今回はですね、副技校の生徒にインタビューをしていきたいと思います。約半年前ぐらいは中学生だったと思うんですけれども、どんな中学生だったか。こんにちは。整備学園チャンネル始まりました。はい、今回はですね、副技校の生徒にインタビューをしていきたいと思います。私、副技校で教員をしております中野智也と申します。よろしくお願いいたします。はい、そして整備学園副技校1年生隼人です。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではやっていきましょう。整備学園チャンネル。はい、それでは早速いろいろインタビューをしていきたいと思います。緊張してますか？はいもう全然いつも通りじゃないのではい、本当にこっちにも緊張が伝わってくるんですけれども、じゃあ早速、約半年前ぐらいは中学生だったと思うんですけれども、はい、隼人くんはどんな中学生だったか覚えてますか？はい、毎日学校に通いつつたまにサボったりとはしてました。うんうんうん、わかりました。じゃあそんな中学校生活を送ってたと思うんですけれども、はい、まずじゃあ整備学園、ここに今入学してますけれども、きっかけって、入ったきっかけって何かありますか？入ったきっかけは音楽ができてプロの講師に教えてもらえるっていうのを中学の校長先生から聞いてでやったって。なるほど、音楽がやりたかった。はい、ちなみに今何科だっけ？音楽科です。そうですね、はい、音楽科に入ってるけど今何やってるんだっけ？ドラムです。そう、ドラムはここに入って始めた。それともその前から習ってます。そうだよね、隼人くんは、もうここに入る前からドラムをやってたけど、もっとプロの音楽講師の人に学びたいって言ってここに入ってきてくれたんだよね。はい、じゃあ実際に、まあ音楽だけじゃなくて、はい、整備学園に入ってきてからどうですか？楽しいです。お、楽しい。どういうことが楽しい？特にコース活動が音楽の他にゲームコースとかイラストコースとかあって楽しい。おー、なるほどなるほど。特にその中でも一番楽しいと思うのは音楽と写真です。おー、写真も楽しい。写真コースってどういうことをしたりしてる？まあ僕も一緒に行ってるけどね、はい、歩いて行って花とか撮ったりとか。そうだね、結構あの久喜港周辺歩いて行ってみんなで写真撮ったりして、でそれを通信制の芸術展に応募してみたりだとかっていうのも結構やってる。整備学園グループ新機構を開校します。詳しくは概要欄をチェック。整備学園チャンネル。コースのこととかお話ししてくれたと思うんですけれども、はい、授業はどうですか？授業は。授業は嫌いだけど、うん、楽しい授業もある。楽しい授業もある。例えばどういう授業が好き？社会と情報とか。ほうほうほう、社会と情報。なんで社会と情報好きなの？パソコンが好きなんで。ああ、なるほどね。パソコンでね、はい、いろんな例えば動画を貼り付ける仕方とか、はい、Excel とか Word とかもそうだし、まあ、いろいろ学ぶことも多いね。はい、はい、じゃあさっき、写真コースのことを少しお話ししてくれたと思うんですけれども、はい、他にもやっぱ整備学園音楽で入ってきたっていう話をしてくれたと思うんですけど、はい、音楽コースはどうですか？音楽コースはとても楽しいとても楽しい、はい、まあね、もちろん昔からやってたっていうのもあるし、はい、どうですか音楽コースの先生とか。喋りやすくて話しやすい先生で、うんうん、学校でなんかイライラしちゃったこととかあった時とかに相談しても相談できる先生だと思う、うんうん、そうだね、学校の先生ももちろん、相談とかすることもあるけれども、あの音楽コースで来ているプロの音楽講師の方とかにもいろいろ相談聞いてもらったりだとか、いろんな話をするんだよね、はい、10月より秋の学校説明会を開催します。詳しくは概要欄をチェック。整備学園チャンネル。将来の夢って何かある？将来の夢は、今はドラムの道に行ったんで、ドラマのプロになりたいなっていうのはあります。うーん、なるほどなるほど。昔から続けてるドラム一本で活躍したいな、はい、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ最後に、この今整備学園チャンネル見てくれてる中学生もいると思うので、はい、中学生に何かメッセージを残していただけたらと思います。はい、はい、中学の時代の時はサボったりとかしましたけど、この学校に来たら話も聞いてくる先生もいるし、音楽コースでプロの講師に相談できたりできる楽しい学校なので、ぜひよければ学校説明会に来てくれればありがたいです。うまいね、
宣伝ということで、久喜校の生徒にいろいろお話を聞いてきましたが、10月11月と久喜校でも学校説明会やっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。詳細は概要欄に貼っておきますので、チェックをお願いいたします。高評価、チャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。